今の自己投資会談を見ていれば結果は自明だと思うんですけれども、はい、結果と内容をまず教えてください。17日に政権協議をするとスタートしまして、このほど協議がまとまり、両党首で署名をいたしました。この連立政権で今後政府を担う政権として4年間でなすべき課題についておよその大綱8項目にわたって合意をさせていただきました。特に今の震災の復興への取り組みを加速させると、これを優先課題といたします。さらには景気対策、これは大型の補正予算を組むと、そして来年度予算と連続的に景気対策を行ってデフレ脱却を図ると、物価目標も 2%、 そして名目で 3% の成長を目指すということも明記いたしました。社会保障についても今後国民会議を通じて行うとともに、また消費税の制度設計の中に軽減税率、まあ、これは複数税率という表現をしておりますけれども、これらを検討した上で低所得者対策を実行するということも盛り込みました。また原発エネルギー政策等についても、この原子力規制委員会の専門的な見地からする判断ということを尊重していくとともに、今後の原発については依存度を下げていくということをこの4年間の目標として両党共通目標に掲げたということであります。外交安全保障の面については、やはり日米同盟、ここを軸に日米関係を再構築するとともに、近隣の中国や韓国やロシア、こういった国々との関係改善に努めていくということも明記いたしました。まあ、その他多々ありますが、両党の主張を盛り込んで、対抗的な合意が成り立ったと思います。今後はこれらの実現に向けて、政権を担い、国民の期待に応えていく、また選挙で示された民意をよくよく踏まえながら、謙虚にかつ真摯に国民の期待に応えていくということも合わせて確認したところでございます。私のから以上です。合意へ向けてはいくつか課題が指摘されていましたけれども、はい、まず憲法、はい、自民党は憲法改正を掲げていますけれども、はい、これについての扱いはどうなりますでしょうか。当初の党首会談で、政権は政府、つまり行政権を担う与党の責任ということで、その大綱を決めようという筋でありました。ですから立法府で扱う課題、特に憲法の改正については、必ずしもその対象ではないということでありました。しかし、すでに衆議院で憲法審査会で各条項ごとに、この改正への課題を議論しておりますので、これはきちんと継続してやっていきましょうという立法府での姿勢を確認したところであります。また選挙制度、そして定数削減、これについても選挙制度の改革を通じて定数削減を実現をするという3党の合意をモットーにして、これを推進していこうということも確認をしたということであります。あともう一点、はい、原発について、はい、原発ゼロという言葉は、入らなかったのでしょうか。先ほども申し上げましたように、この政権は任期4年間の中で優先すべき課題を実行するというのが目標でありますから、原発ゼロか否かについてはこの4年間では両党とも実現することは困難であるという共通認識のもとで、今取り組まなければならない課題について優先的に明記をしたということであります。依存度を下げる、そして代替エネルギー、特に省エネを進め、また再生可能エネルギーを開発普及し、そして火力発電の効率化を促進すると、こういう点を確認したところであります。各社さん、いかがでしょうか。大丈夫、はい、今日はまた3年4ヶ月ぶりに自民党と政権組むことになったわけですけれども、はい、ここで政権を担うその抱負とですね、はい、公明党の役割があるでしょうか。はい、かつて10年間の連立政権の経験がありました。しかし一旦矢に下って、国民の皆様のお声を虚心に聞いて、そして党の再建をお互いに努力し合って、そしてこの度の政権ということになりますので、これまでの与党時代、そしてまた野党時代、
の経験を生かして国民の期待に応える、その真摯な積極的な姿勢とまた謙虚な姿勢と両方を合わせ持って対応しなければならないと思います。また今の国民の現下の課題、ここは特に景気や社会保障について強い願いがあります。また前政権のさまざまな失政と指摘された部分もありました。ですからこの政権合意の前文にはあえて日本再建という言葉を明記させていただきました。それが実質的に国民の期待にかなうように全力で取り組んでいきたいと思います。公明党の役割ですね。公明党はまあ連立ということですから、お互いに、まあ、自民党と公明党の持ち味の違いをいい方向に協調的に生かしていくということだろうと思います。例えば公明党は従来、福祉や中小企業対策やきめ細かな国民のニーズをきちんと掴んで政策に反映すると、そして全国のネットワークを生かすと、ここが特徴でありますので、これは政権の中で生かしていきたいと思います。また国民がある種懸念もし、また諸外国も心配をしている課題、外交安全保障上の両党の違いというものもありますので、ここは国民および諸外国に安心感を与えるような協調的な議論を進めていきたいと思っております。はい、原発の新規建設という増設についてはですね、公明党は明確に否定しますけども、はい、先般の安倍総裁はですね、はい、新規建設に含みは残すような発言をされているんですけども、この点は今後どのように調整されているか。まあ、安倍総裁の真意というのは必ずしも把握しておりませんけれども、今新規着工というのは国民の理解を得られる状況ではないと思います。再稼働も今安全基準すら作られない、またその前提の立地の場所の適切性についても審査の段階ということでありますから、これらを一つ一つクリアしていかなければ新規着工についても理解するのは難しいと考えておりますので、慎重に対応していくべきだと思います。はい、連立の合意がその合意書の中にですね、はい、憲法改正に向けた議論をするという趣旨もあったと思います。はい、ここを改めてこの意味をどのように考えたらこれは憲法審査会で逐条的に憲法を逐条的に半分近くまで議論を進めてきているわけですね。これはまあ改正の課題についてそれぞれ議論してきているわけですが、残りの作業もきちんと進めていく、そしてこれに対する国民の理解を深めていく、こういう議論をしようということであります。まあ衆議院の実績というのをベースにしておりますけれども、もちろん議論がまだそこまでいっていない参議院のことも含めて、やはり国民にこの議論すべき課題というものをよく認識していただくことが重要だと思っております。そこからなんですけれども、はい、公明党の方から安倍総裁の方に具体的に、まあ、誰であるとかどの組織であるとか、その辺どのように伝えなくてもいいでしょうか。まあ、こちらからの要望リクエストはすでにお伝えしてあります。しかしこの任命権者は総理、そして専権でありますので、あとは総理の判断に委ねるということであります。我が党としては特に重視する政策が推進できるような、そういうポジションを希望しているということであります。今の党首会談の中で、その閣僚ポストの話題というのは出たんでしょうか。はい、出ておりません。今後自公で その、はい、政府与党の会議のようなもの、はい、おそらく以前の政権時代は毎週開催されたと思うんですが、はいはい、どのように今後されて。そうですね、以前の連立政権の時にワークした枠組みというのが経験済みですから、それに倣ってまたその後の経験も踏まえて、その与党間のさまざまな意見調整の機関というのは作っていくべきだと思っております。代表、参院選はですね、はい、一旦まあ、選ばれたら6年続くわけですし、選挙区の中で長期の問題の傾向を見てですね、投票したいという方もいらっしゃると思うんですが、憲法が原発ではどちらかというとその問題先延ばしというか、
という印象もちょっとあるんですが、その辺についてはどう思う。いや、これは現実に今結論を出すというのは困難なことであります。ですから今の実態をしっかり見て、国民の皆様の考え方というものもしっかり把握した上で、状況において応じて検討していくということだろうと思います。山口代表、一点確認させてください。はい、どうぞ。公明党はマニフェストで、1日も早い脱原発を目指すという内容を謳っていたかと思います。はいはい、今日の合意では、はい、原発依存度を下げるという内容になっております。はい、これは公明党の思いが後退したということはないでしょうか。いや、全くそういうことはないと思います。どういう目標を持ったとしても、将来どういう目標を持ったとしても、今乗り越えるべきことは、エネルギーの安定供給と、そしてまた安全な発電ということであります。その点で今当面する課題については、先ほど申し上げました省エネや再エネや、あるいは火力発電の高効率化、これに努めるということですから、これが果たせなければその先はないわけです。また安全のチェックにいたしましても、これは規制委員会を中心にした専門的な知見、これが示されなければその先もないわけだ。ですから今努力すべき課題、これを明確にするということが非常に政権として重要なことだと思っております。その責任を明記したというところに大きな意味があると思っております。投資家の中で、安倍総裁の方から、こういう政権を作りたいとか、こういう内閣にしたいとかいう言葉があったのかとか、あと代表の方からこういう方針でやってほしいとか、そういうやり取りがあったんですか。特にやり取りはしておりません。政権協議の前文に書いた表現、ここが両党首の意気込みを表したものだと考えております。はい、すみません。日銀法の改正とか金融政策においては、はい、全て合意ができていると思っていいんでしょうか。それはこの協議の中で合意してはおりません。今後議論を必要であればしていくということだろうと思います。例えば日銀法改正もその一つになりますでしょうか。それはこの協議の中では議論しておりません。そもそも今回の協議の内容は、政府を担うその政権担当にあたっての基本的な事項、対抗的な事項について柱立てをしようという意図で行われましたので、具体的な政策課題については今後の協議になっていくだろうと思います。よろしいでしょうか。はい、終わります。